チェルノブイリ原子力発電所周辺の衛星画像1997年撮影チェルノブイリ原子力発電所の位置チェルノブイリ原子力発電所はウクライナのチョルノブイリ近郊プリペアチ市にあった原子力発電所原子炉の炉型は国園原則沸騰系水圧力管型原子炉の RBMK1000 型1971年に着工され 1978年5月に1号路が営業運転を開始した。しかし1986年4月26日午前に1時23分に4号路が原発事故を起こし、世界中にその名が知られた。その時点で、すでに建設中だった5号路と6号路は、建設が中止された。その後も1号路マイナス3号路の運転は、国全体レベルで、 電力不足を引き起こすなどとされたため続けられたが、2000年12月に最後まで稼働していた3号路が停止した。事故時を含め、建設以降の正式名称は、VI レーニン記念チェルノブイリ原子力発電所。レーニンと直接のゆかりはないが、共産主義とは、ソビエトの権力と全国の殿下であるというレーニンの言葉にちなんで名付けられた。発電所の看板は、 放射性物質汚染により交換が困難なため、今もこの名前のままである。ロビー前の広場には、例人の胸像がある。1991年のソ連崩壊後、名称が、チョルノーブイリり原子力発電所と改称された。2000年の発電停止後、国営特殊企業、チョルノーブイリり原子力発電所となった。日本の原子力関係省庁及び、電力会社の文書には、 何音符を表記に反映させず、チェルノブイル原子力発電所と書いたものが多数ある。チェルノブイリ市の北西 18km、ウクライナとベラルーシの国境から 16km、キエフの北およそ 110km のプリッピャチに立地している。発電所はプリッピャチの中心街から約 4km 東にあり、人工湖である冷却地に面している。池を含まない敷地面積は、 4平方キロメートル。現在は発電所を中心に10キロメートルゾーン、30キロメートルゾーンが設定されている。また、総面積4800平方メートルの立ち入り禁止区域のほぼ中心でもあり、ウクライナ側は立ち入り制限区域及び強制立ちのき区域、ベラルーシ側は国営ポレーシェ放射線環境管理区が正式名称となっている。 発電所の建設は1970年代に始まり、1977年に1号炉が竣工し、翌1978年に2号炉、1981年に3号炉、そして1983年に4号炉が竣工した。さらに、それぞれ 1GW を発電することができる5号炉と6号炉の2つの原子炉がその事故の時に建設中だった。これら4つのプラントは、 RBMK1000 型である。また、4号炉の事故が起こらなければ、世界一になる予定であった。4つの炉は、それぞれ電気出力1グウェイを発電でき、合計で、ソ連の原子力発電量の15%、ハンガリーへのエネルギー輸出の80%を、占めていた。4号炉は、ウクライナの電力のおよそ10%を生産していた。この発電所を含む、 チェルノブイルやプリッピョチなどは、この原発に勤務する人やその家族のために作られた、当時世界地図上には存在しない、機密都市だった。そのため、警備体制が厳しかった。事故につながる重大な欠陥ではないと見られているが、設計図に記載されている、耐熱性の材料が手に入らなかったため、可燃性の材料を使用し特管工事を行ったと、されている。また、 営業運転の開始日の12月22日は、ソ連の原子力産業の記念日であり、所長のビクトル・ブリハーノフはその日までに何としても完成させるようにしたため、大部分において欠陥があったとも見られている。最終的に、稼働前に本来行わないといけない試運転や、点検をも行わないまま営業運転を開始したため、可燃性の材料を使用したことは、事故前にわからなかった。 詳細は、チェルノブイリ原子力発電所事故を参照1986年4月26日に4号炉が爆発するチェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、欧州だけでなく全世界に影響を及ぼした。これによって当初計画していた5号機と6号機の建設は中止となったが、ウクライナの電力事情が逼迫していたため事故後も故障した4号炉を除く、 原子炉は利用され続けた。運転が停止したのは事故から10年以上が経過した2000年であった。なお、同発電所は1982年、1992年にも小規模な事故を起こしている。現在の同発電所は炉廃炉にする作業と石管の管理をしている。発電所周辺は自然が戻り緑の森と化しており、取材や研究のほか許可申請が認められれば、 同施設や周辺地域、立ち入り禁止区域等を見学できる企画を一般人向けに行っている。廃炉作業はチェルノブイリ原発公団が担当しており、公団で働く人は全員、毎年試験を受け合格しないと働けない。作業員には400時間を超える訓練が義務付けられている。原発から50キロほど離れた場所にスラブチッチという町が建設されている。人口、 約2万5千人のほとんどが原発で働いている人とその家族で休日に街を歩くとたくさんの子供の姿を見かけることができる。4号機には2016年脆くなった石棺を覆う新安全閉じ込め構造物が建設された。可動式の構造物としては史上最大規模となる大掛かりな施設であり、廃炉作業を行う機材が内部に導入される予定。 なお4号機の隣接地には、ドイツ企業との合弁会社により、太陽光発電所が建設され、2018年10月5日に稼働を開始した。2020年に入り、ウクライナ政府は、チェルノブイリ原発と周辺地域を世界遺産に登録するための準備を始めた。そうした矢先の4月4日に立ち入り禁止地区の森林で火災が生じ、周囲の草原に延焼したが、 高雨やベラルーシからの消火応援により4月11日までに進化した。ただ、負の遺産として汚染を証明する森林、草原の一部が失われ、そこに蓄積されていた放射能が大気中に飛散した可能性も危惧される。ありがとうございます。